それにしても奥方は、どのようなお心持ちでご下校なされましたか。とかく再演となりますと、いくらお立派なご婚礼でも寂しい気がするものでござります。奥方も浅い家へお越し入れの右利は、儀式万端きらびやかなことでござりましたろうが、今はお年も三十をお越えなされ、数々のご苦労を遊ばした末に、三人の連れ子を伴われて、 雪深き小しじへ赴かれるのでござります。それがまたどうした因縁か、お道筋までが、この前と同じ疫地をたどって、関ヶ原より江北の地へお入りなされ、懐かしい小谷の辺りをお通りになるではござりませんか。けれどもこの前は永禄十一年、辰年の春だったそうでござりますが、今度はそれより十五六年の年月を過ぎ、 秋とはは言いながら、もう北国は冬の季節でござります。まして夜中に慌ただしいご出立でござりましたから何の華やかなこともなく中にはまた秀吉公の軍勢が途中で奥方を生け捕りに来るなどなどあらぬ噂に惑わされてお騒ぎになるお女中方もおられましたのみならず道中の難重なことと申したら。 折やしく息吹おろしが激しく吹きつけ進むに従って寒さが厳しく木本柳瀬あたりよりみぞれまじりの雨さえ降ってまいり謙阻な山地に陣馬の息も凍るばかりでござりまして姫君たちや上老方のお心細さはさぞかしと察せられました私なども旅には分けて不自由な身でござりますからつらさはひとしおでござりましたが。 この寒空に山また山をお越えなされて、身も知らぬ国へおいで遊ばす奥方の先々をお案じ申し上げ、何とぞご夫婦仲が御むつまじく参りますように、この度こそは、行く久しくお家も栄え、ともしらがの末までも襲い遂げなされますようにと、ただそればかりをお祈り申しておりました。なれども幸いなことに、 勝子は思いのほかお優しいお方でござりまして傍君の妹子ということをお忘れなくお大切に遊ばされましたし人の恋路を妨げてまでおもらいなされただけあって随分かあいがっておあげなされましたので北の将のお城に疲れましてからは奥方も日々に打ち解けられ殿のお情けをしみじみうれしゅうおぼしめしていらっしゃいました。 そういうふうで表は寒くとも御殿のうちはなんとなく春めいた心地がいたしまあこれならばご縁組遊ばした甲斐があったと下々の者も,のも十年ぶりで憂いの眉を開きましたのにそれもほんのつかの間でござりましてもうその年のうちに合戦が始まったのでござります最初勝家公はこの重のことを水に流して仲直りをなさろうとおぼしめされ ご婚礼がござりましてから間もなく後の加賀大納言様利家公不破彦蔵殿金森五郎八殿並びに御用子伊賀の神殿をお使いになされて髪方へお使わしになり奉売同士矛盾に及んでは暴君のご位敗に対しても申し訳なく存ずるゆえ今後は実婚にいたしたいと申されましたのでその時は秀吉公も大層お喜び遊ばされ それがしとても同様に存じておりましたところわざわざお使いにて片付けのうござります首里之助殿は信長公のご老身のことでもござれば何で位牌いたしましょうやこれからは万事お指図を願いますと例のとおり助債ないご挨拶でござりましてお使いの方々を至極にもてなされてお返しになりましたそれで殿様方はもうすまでもなく 私どもまでもご両家恩和睦の儀を伺いまして「もうこの上は嫌な心配もなくなるであろう」「奥方の恩身にも間違いはなかろうと」とほっと胸をなでおろしておりますとそれからひとつきもたちませぬうちに秀吉公数万期を率いて江北へご出陣なされまして長浜城を遠巻きになされました何でもこれには思才のありましたことらしく秀吉公が 北の省ののの計略の裏を書かれたのだと申すす。お方もございますなぜかと申しますなら「北国は冬の間雪が不幸ござりまして軍勢を繰り出すことができませぬから当分は和睦の邸に取り繕い来年の春雪解けを待って岐阜の三七殿と示し合わされ上方へ攻め上るようにご相談が整っておったのだ」と申すことでございます。 まあ、どちらがどうやら私どもにはわかりませぬが当時長浜には御用子伊賀の神殿がこもっていらっしゃいましたのに日頃勝家公に対し恨みを含んでおられました吉にてたちまち羽柴方に同心なされお城を明け渡してしまわれましたので上方勢は潮のごとく美濃の国に乱入いたし岐阜のお城に攻め寄せたのでござります。 北の省へもしきりに知らせが参りまして櫛の葉を引くような中心でござりますけれども十一月という極寒の折柄外は一面の大雪でござりまして勝家公は毎日口よしそうに空をおにらみ遊ばされ己猿目が騙しおったかこの雪でさえなくば我が武略をもって卵を石に投げるよりも安く上方税をもみつぶしてくれよう者をと。 お庭の雪を散々に蹴散らしてはがみをなされますので奥方はハラハラ遊ばしますしおそばのものは恐ろしさに震えるばかりでござりました。はしばの軍勢はその間に破竹の勢いを持って美濃の国を大半切りなびけ岐阜を裸城にしましたのがわずか十五六日の間のことでござりまして三七のも余儀なく庭殿をお頼みなされ 降参を申し出られましたところ、何分仙君の御連氏のことでござりますから、秀吉公も官に遊ばされ、しからばご老母を人質にいただきますとおっしゃって、おふくろ様を安土のお城へお移し申し、勝ち時をあげて髪型へお引き取りなされました。そうこうするうちに、天正十年の年も暮れまして正月を迎えましたけれども、北国はまだ寒気が激しく、 雪は一向に消えそうもござりませぬし勝家公は小釈な猿めがとおっしゃるかと思えば憎らしい雪めがと雪を目の敵に遊ばされイライラなされておられますので初春のご祝儀も型ばかりでござりましてそれらしい気もいたしませなんだ秀吉公の方ではこの雪の間に柴田方の大名衆をご征伐なさるおぼし召しと見え 年が改まりますと再び大軍をもって青州へご心発なされまして滝川左近正家殿の御領分を切りつぶされしきりに合戦の最中と申す知らせがござりました。されば北国も今は静かでござりますけれども雪が消え次第に上方勢との取り合いになるのは必要でござりますのでお城の中はそのご用意に忙しく皆様がそわそわしておられます。 私などはこんな場合に何のお役にも立ちませぬから手持ち無沙汰にしょんぼりといたして炉端にすくんでおりましたがそれにつけても明け暮れ胸を痛めますのは奥方のことでござります。ああ本当にこのありさまではおちおち殿様とお物語を遊ばす暇もないであろう。せっかく落ち着かれたのにこのようなことになるのだったら。 清にいい。らししたたがかかっもれなどうか味方が勝ってくれればよいがまたしてもこの後ろが修羅のちまたと化して小谷のような回り合わせになるのではないかとそう思うのは私ばかりでなくお女中方も夜と触るとその話でござりましていやいやそれでもまさかうちの殿様がおまけになることはあるまいから取り越し苦労はせぬものだなどと。 互いに慰め合っておりりまましたことでござますするとちょうどこの折からにある日京極高継公が奥方を頼って北の庄へ逃げていらっしゃいました昔清須においでなされた頃はご元服前でござりましたがいつの間にかお立派な患者におなりなされ世が世ならばもう今自分は一門の御大将でござりますけれども。 信長公のご恩に背いて逆賊これと日向神の味方をなされましたばかりに天地も入れぬ滞在人におなりなされ秀吉公のご詮議が厳しく近江の国をあちらへ逃れこちらへ逃れしておられましたところこのたび江北が騒がしくなるにつれていよいよ身の置きどころがなくなられまして義理のお孫のお袖にすがろうとおぼしめしたのでござりましょう。 わずかに一人二人の友を連れられて身の傘に姿を隠し大雪の中を山越しに逃げていらっしゃいましてお城へお着きなされた時は見る影もなくおやつれなされていらっしゃったと申すことでござります。それから奥方の御前へ出られまして恐れながらお中殿の身をかくまってくださりませ私の命を生かすも殺すもおばうえのお心一つでござります。 と申されましたが奥方はそのご様子をつくづくとご覧遊ばしそなたはまあ浅ましいことをしてくれました」とおっしゃったきりしばらく何のお言葉もなくただ御涙でござりましたしかしその後どういうふうに勝家公へお取りなしをなされましたかほかならぬ奥方のお口添えでござりますし明智の残党とは申しながら 秀吉公に追われてきたというところに殿様も不憫をおかけなされましたがではまあ許して使わそうとおっしゃりましてお城に住まわせておかれました高継公がお初殿と内祝言をなされましたのはこの時のことでござりまして私それにつきましては嘘か本当かあるお女中から面白い話を伺っておりますと申しますのは 高公のお望みはやはりお茶々殿でござりましたけれどもお茶々殿が浪人者は嫌ですとおっしゃってお嫌いなされましたので不本意いながらお初殿をもらわれたのだそうでござります。一体お茶々ご両人はお小さい時から木ぐらいの高いところが終わりなされことに早くよりおふくろ様のお手一つで成人なされましたせいかなかなかわがままでいらっしゃいましたから。 そのようなこともおっしゃったであろうと思われますが、浪人者と侮られた高継公は、定めしご無念でござりましたろう。後に関ヶ原の合戦の右利、関東方へ裏切りなされましたのも、この時の恥辱をお忘れなく、淀の御方へ恨みを含んでいらっしゃったからではござりますまいか。こんなことも邪水でござりましょうけれども、もともと北の省へ逃げていらっしゃいましたのが、 おばごに頼られるというよりも、清洲の頃におみそめなされたお茶々のを慕われてこられたのかと察せられます。そうでなければ、若さの大主武田殿には実の妹子が片付いていらっしゃいましたのに、何しに越前へおいでなされましょう。こちらの奥方はおばごと申しても義理の恩愛だから、ことに今では再縁のお身の上と申し、 明智の夜居として柴田殿を頼られる筋はないのみか一つ間違えばさらし首にもなりかねませぬそれを犯してあの雪の降る中をこちらへ逃げていらっしゃいましたのは筒井筒の昔恋しくお茶々殿ゆえに命を的になされましたがまあその辺でござりましたろうがせっかくそれほどのお望みがあだになりましたのは少子の至りでござります。 さればもともとお初殿をおもらいなさるおぼしめしはござりませなんだのに、時のはずみでそうなったのでござりましょうか。もっともこの折は、まだ言い名づけのお約束ばかりでござりまして、ご祝儀と申しましても、ほんの内輪のおきだけでござりました。騒がしい中にも、こんなお喜びのありましたのが、正月の末の二月の初めでござりまして、もうその頃には、 佐久間玄馬殿が勝家公の先方として二万余旗を従えられのこんの雪を踏みしだいて港北へ打って出られました秀吉公は伊勢の御仁より長浜へはせつけられますと明くる朝早く足軽に姿を変えられ十人ばかりの古老を召し連れて山の上へお登りなされまして柴田方の砦砦を詳しくご覧になりましたがあの様子ではとてもたやすく破れそうもないぞ 味方もせいぜい城を堅固にこしらえて、気長にかかるより仕方がないとおっしゃって、備えを厳しく遊ばされ、急にはお責めなさりませなんだ。それで双方退陣のまま三月が過ぎ、四月になりましてからいよいよ殿様も、柳瀬表へご発行でござりました。もはや北国も桜の花が散り、春の名残の惜しまれる季節でござりまして、 お越し入れの後初めてのご出陣でござりましたから打内アワビかち栗昆布など奥方は古都に心を込めてお魚のご用意を遊ばし御主殿において門出をお祝いなされました。勝家公はご機嫌よく御主を参られ「ただ一戦に敵を滅ぼし藤吉郎めの首を取って月の内には都へ登ってみせようぞ必ず吉相を待っておられよ」とおっしゃって。 それより注文へ立ち入れられ奥方もそこまでお見送りなされましたがその時殿様が門のほとりに弓杖をついてお立ちなされお馬に召そうとなされますとお馬がいななきましたので奥方のお顔色が変わったと申すことでござります。なれどもこの折岐阜においては三七殿が再び上方を敵になされて四田方に内を遊ばし大和の筒井純慶殿も 非ならず裏切りりをなさる手筈が決ままっておりましたそうでございますそれに秀吉公は知略こそ優れておられましたけれども武勇にかけては勝家公の方に抜群の誉まれがござりましたし分けて織田殿のご家老として大名方も起伏いたされ利家公をはじめ佐久間原不和金森の方々など頼もしき弓取りたちを従えておられましたこととて 誰があれまでの敗軍になろうと思いましょうや。柳瀬静ヶ岳の合戦の始終は三歳の将にまでも知っていることでござりますから、今さら何を申しましょう。なれども。カエスガイスも口をしうございます。のは、現場殿のご油断でござります。あの時、勝井家校の言葉を聞かれ、早速を引き取りなされまして、備えを固めていらっしゃいましたら、そのうちには準慶度のも打って出られます。 美濃の味方も後ろをつきます。そうなってくればどうなる戦とも分かりませなんだがご本人より馬上のお歴々を七度までも使いに立てられきっとおいめなされましたのにおじ上は猛録しているなどと申されて一向お聞き入れなりませなんだので指物大軍もラッシュもなく崩れてしまいましたそれにしてもご本人とあの砦との間には 周り道をしましても五六里、まっすぐに参ればわずか一里でござります。勝家公は大層ご立腹なされたそうでござりますが、それほどならば、なぜご自分で一走り遊ばされ、現場殿をひったてて来られませなんだか、いつもの激しいご気象にも似合わぬことでござります。盲録と申すほどでなくとも、美しいがたをおもらいなされてやはり、 いいいくららか心が伸びていらっしゃいましゃまたか私までがあまりの無念さについこんな悪態を申してみたくなるのでござります。北の省では宇月二日に佐久間玄馬殿が敵の砦を攻め落とされ中川瀬兵衛の城殿の首を打ったと申す知らせがござりまして大層お喜び遊ばされさ先よしとおぼしめしていらっしゃいますと江北の方では その夜中に美の字より続く街道筋やみねみね山々に松明の光が現れて20日の月城をくらますほどに空を焦がし次第に万道へのごとくおびただしい数になりまして秀吉公が大垣より夜通しで大間を返されたらしく21日の行天にあたって余吾の湖の彼方がにわかに騒がしく相なり現場殿の御仁も危ういと申して参りました。 その飛脚につきましたのが、同じ日の羊の国騒ぎりでござりましたが、そのうちに早落ち武者がぽつぽつ逃げ帰って参りまして、味方はそう敗北に及び、殿様もご運の末らしいと申すことでござりました。お城ではあまりのことに驚き飽きれ、よもやと思っておりますと、日の暮れ方に勝家を無残のありさまにてご気上遊ばされ、柴田八右衛門の城殿、 小島若狭神殿、中村文化祭殿、徳安殿などをお召しになりまして、現場森正が我が言いつけを守らぬばかりに、落ち度を取ったぞ。それがし一代の巧妙も虚しくなったが、これも前世の因果であろうとおっしゃって、今はお覚悟のほども涼しく、さすがに取り沈めていらっしゃいました。聞けばご子息権六殿はどうなされましたか。乱軍の地のこととて、 生死のほどもお分かりにならず、殿様もすでに柳瀬の陣中において討ち死になされますところを、せめてお城へお帰りになって、静かにご障害遊ばしませ、ここは私がお引き受けいたしますと、免受勝助殿が立ってお勧すすめ申し上げましたので、それではとおっしゃって、御平の大間印を勝助殿にお預けなされ、府中の敏家公のお城で湯漬けを召し上がられまして、それより急ぎ、 北ののへ駆けままれたのでござ利家公もお供いたしましょうと申されてご一緒に立ち入れられましたけれども敷いてご辞退なされまして途中からお返しになりましたがまたしばらくして呼び戻されましてその方はそれがしと違い筑前の神と金々ねね実婚にしておられるそれがしへの制約はもはやこれまでに果たされているから以来は筑前と和睦して 本領を安堵なされたがよい。「このほど中の骨折は勝家うれしく思います」とおっしゃって快くお別れになったと申します。それが二十一日の夕刻でござりまして明くる二十二日には堀久太郎殿を先人として上方勢がひたひたと北の省へ押し寄せて参り秀吉公もやがて到着なされまして愛宕山の上より諸軍を指しず遊ばされ お城を隙もなく取り巻かれたのでござります。この時ご城内においては、どなたもどなたも、これを最後と思いきわめた方々ばかりでござりまして、そんなありさまを見ましても、騒ぐ景色もござりませなんだ。勝家公はその前の晩にご家来衆をお召しになりまして、自分はこの城で寄せてを引き受け、今一合戦して腹を切るつもりだから、 自分と一緒に留まるものは留まるがよいが、親たちが尊名のものもあろうし、妻子を置いてきたものもあろう。そういうものは少しも遠慮に及ばぬから早々に在所へ引き取ったがよい。罪なき人を一人でも余計殺すことは本意でないとおっしゃって、糸間を取りたいものには取らせ、人質などもそれぞれ許しておやりになりましたので。 お城に残りました人数はたとえずかでござりましてもみな命よりも名をおもんずる人々でござります。分けても八重門の城殿若狭神殿などお歴歴の衆はもうすも愚かでござりますが若狭殿の一子新五郎殿は十八歳におなりなされ病の床に伏せっておられましたのに腰にかかれてお城へはせつけられまして。 小島若狭守が段新五郎十八歳。病気により柳瀬表より出張せざるなり。ただいま牢状いたし、全中高と大手の五門の扉に書きつけられました。もっとお若いお方では佐久間十三殿。これは十五歳でござりました。歳江公の婿でいらっしゃいましたので、まだご幼少のことと申し、府中のお城にはお衆と様がおいでですから。 しのんであちちらへお立ちのきなされませ何も女を遊ばさずとも苦しかるまいと存じますとご家来がいさめましたけれどもいやいや俺は小さい時から引き取られて養育を受けている上に莫大な領地を賜っているその恩義のあるのが一つもし年家の縁者でなければ母への高揚に生きながらえる道もあるが舅の縁にすがって一命をつなぐのは卑怯だと思うことが一つ 名字をけがせば、先祖に対して申し訳のないのが一つ。この三つの道理によって老上するのだと申されて、討ち死にの覚悟を決められました。また五条番の松浦久兵衛の城殿は、北家の信者でござりまして、昭安を結んで商人を一人住まわせておかれましたところ、その商人も松浦殿が老上なさるのを聞かれまして、あなたと愚僧とは、 千切りが不幸ござりましたから是非来世もお供をして法音遮得いたしましょうと申され松浦殿の止めるのも聞かずにお城へ立てこもられましたそれから元休と申すお人これは豆腐屋でござりましたもっとも以前は勝家康の幼なじみでござりましたがある時合戦に深手を負いましたについてこの体ではご奉公もなりかねますから おいいとままをいただきます。もう私も武士を辞めて町人になりますと申されたのでそうかそれならお前は豆腐屋になれとおっしゃって大豆を年に百匹ずつ下されましたされば今度もお供をいたし来世でお豆腐を差し上げるのだと申してわざわざち方よりお城へ入ったのでござりますそのほか舞の若太夫山口一郎祭 のの上坂大井之助この方々も残られました。中には未練な者も,もおりまして徳安殿は柴田殿の奉仕武者の一人と言われ文化祭殿と同じように世に知られた方でござりましたのに利家公の人質を盗み出されてお城を逃げ延び府中へ頼って行かれましたけれども不義理なやつだとおっしゃって利家公も見景色を存ぜられお近づけにならなかったと申します。 その後この方はどうなりましたやら世間の人が誰も相手にしませぬので大層落ちぶれて都の町をさまよっておられた姿を見たものがあるとも申しますそうかと思えば村上六左衛門の城殿は京らを着てお城にこもっておられましたところ殿様の御姉松森殿並びにご息女をお連れ申して立ち退くようにとの御情がござりまして 余人に仰せつけささりままと申されましても「いやいやこれはその方に頼むそれがかえって忠義であるぞとおっしゃりますのでよんどころなくお二方のお供をいたして武田の里へ逃げられましたが二十四日の猿の刻に天守に煙の上がるのを見られてお二方とご一緒に自害してお果てなされました」。まあ私の覚えておりますのはこれくらいでござりますが。 この方々はその頃もっぱらもてはやしたことでござりますから定めし旦那様もご存知でいらっしゃいましょう。いずれもいずれも芳しい名を後の世にまで残されました既得な人たちでございます。ああ私でございますか。私などはお立派な方々のまねはできませぬけれども、千年小谷の籠城の檻に捨てる命を生き延びておりましたので。 今さらこのように思い残すこともないと存じてお城にとどまっておりましたものの正直を申せばまだ奥方がどう遊ばすとも分かりませぬのでそのご先導を見届けてからともかくもなろうと思っておりました。こう申しますと卑怯のようでござりますが奥方はこちらへご縁付きなされましてから丸一年にもなりませぬ小谷の時は六年の御家入りでござりましたのに。 それでもお子たちに引かされて長政公とお式別れを遊ばしたのでござりますからこの度とてもそうならぬとは限りませぬ。それにしても殿様からそんなお話はないものか。敵の人質をさえ許しておやりになりながらご夫婦と申しても短いご縁でござりましたのに大恩のある千君の妹ごと命ごとを死での道連れになさるおつもりか。 それともまた愛しい奥方を秀吉公には一でも渡されぬとおぼしめしていらっしゃるのか勝家公ともあろうお方がこの後になってめめしいこともなさるまいから今になんとかおっしゃるだろうがとそんなふうに考えましたのも自分が助かりたいという心ではござりませなんだが生きるも死ぬるも奥方次第の命と決めておりましたのでござります。 よせては二十二日の朝一番鳥の鳴く頃よりおいおい取り詰めてまいりましたがご城下の町々街道筋の在財所書を焼き立てましたのでおびただしい煙が空に満々といたしまして日の光も暗く相なりお城から四方を眺めますと一円に霞の海のようで何も見えなんだと申します上方勢はこの暗い闇を幸いに 声を忍ばせ物音を殺して思い思いに竹束畳み戸などを持ちましてそーっと近づいて参ったらしくそのうちに外が少し明るくなりましたらさながら蟻の灰夜がごとくお堀の際へひたと取りついておりました城内からはしきりに鉄砲を打ちましてその辺の敵を皆殺しにいたしましたが新手の軍勢が入れ替わり入れ替わり押し寄せて参りますのを 必死に防ぎましたこととてなかなか嫌悪に持ちこたえましてこの様子ではさうなく破られそうもござりませなんだそんな具合でその日はどちらも手負い死人を出しまして引き取りましたところあくる二十三日の暁寄ての陣が急に攻め鼓の音を控えてひっそりいたしましたので何かと思っておりますとお堀の向こうに五六騎の武者が現れまして ご子息柴田権六殿、並びに佐久間玄馬殿を昨夜池取りにいたしました。おいたわしい義でござる、と大恩に呼ばわりましたので、お城ではそれを聞くと等しく皆様が力を落とされ、その後はただただ申し訳に御門を固めておりますばかりで、鉄砲なども墓ばかしくは打ちませなんだ。私実は、そのうちに秀吉公より何とかお使いがありはせぬか。 奥方のことを今もって思っていらっしゃるなら、きっときっと、どなたかお人が見えそうなものだがと、ないないそれに望みをつないでおりましたことでござりますが、案のごとくその時になってお扱いがござりました。お使いに立たれましたのは何と申されるお方でしたか、お名前までは忘れましたけれども、お武家ではなくて、猿商人がおこしなされたと覚えております。それでそのお方のご工場には、 筑前の神こと昨年以来余儀ない幸せで柴田殿と合戦に及び幸い武運に恵まれてここまで押し寄せて参りましたが昔を思えば総経員様にお仕え申した芳売の間柄ゆえご一命までを申し受けようとは存じませぬ首里之助殿に置かせられても勝敗は弓や取る身の常何事も回り合わせとおぼしめされて今日までの意思を水に流され この城を明け渡して高野山の麓へ立ち退いてくださらぬか。そうすれば三万石の領分を差し上げて、一生御淵申しましょうとおっしゃるのでござりました。なれどもこれは、秀吉公のご本心でござりましたかどうか。筑前殿はお市御両を生け取りにしたくて、そろそろ奥の手を出しおったと、味方はもとより敵の陣中でさえ、そんな評判が立ったくらいでござりまして。 このお扱いを真面目に聞く者はござりませなんだ。まして殿様は、俺に降参しろなどとは無礼なことを申す奴だと、商人に向かって劣化のごとく憤き通られまして、勝つも負けるも時の運であるのは申すまでもないこと、それを己らに教えられようか。世が世ならば、猿面患者めをあべこべに追い詰めて腹を切らせてくれよう者を、佐久間玄馬が俺の言いつけを守らなんだために、 静ヶ岳において遅れをとり、猿やっこに手柄を得させたのは無念である。ただこの上は、天守に火をかけて自害をするから、最後の様子を後の世の手本に見ておくがよい。もっとも城には十四年来蓄えておいた玉薬がある。これが燃えたらおびただしい死人を出すだろうから、寄せてはもっと陣を遠くへ引いていろ。俺は無薬の殺生をしたくないからそういうのだ。帰ったら秀吉にきっと、 その旨を伝えておけとおっしゃってさっさと座を立ってしまわれましたのでお使いも取りつく島がなくて逃げ出されたのでござりました。こうなっては無残や奥方のお命もないに決まった。この上は三途の川のお供をして末永くおそばに置いていただくとしよう。どうか来世は目明に生まれてお美しいお姿を拝めるようになりたいものだ。 自分にとってはそれこそ真仰の月の影だと、そういうふうに観念の補助を固めましたら、それが何よりの全知識になりまして、死ぬ方がかえって楽しいくらいに思われてきたのでござりました。殿様もかくなり果てたのは何とも口惜しい次第だけれども、今さらこういうにも及ばぬ、しょせんこよいは快く酒を酌み交わして、 明日の夜明けには篠宮雲ともろとも消えていこうとおっしゃってそれぞれご用意を遊ばされ天守をはじめ要所要所へ枯れ草を山のごとくに積み重ねていざといえば火をつけるように手はずを整えられましてさてあるだけの名手の樽を残らず持ってまいれどの御嬢でござりましたそんな支度をいたしますうちに早暮れ方になりましたが 敵の陣屋も城中の覚悟のほどを見て取りましたが、おいおい囲みを緩めまして、はるか後ろの方へ引きましたので、あれ、あのように寄せてのかがり火が遠くなったぞ。さすがに秀吉は俺の心を知っているなと、世にも涼しげにおっしゃいましたのが、いつものお声のようではなくて、尊く聞こえましたことでござります。ご主演が始まりましたのは、 よいの鳥の国五郎でござりましたろうか。殿様方は申すまでもなく、やぐらやぐらへも樽をおくばれなされまして、お魚にはできる限りの税を尽くせとお料理方へ仰せつけられ、結構な珍味の数々をそろえられましたので、あちらでもこちらでも思い思いの酒盛りになりましたが、分けても城中の広間においては、 上段の間の式側の上に殿様がご座なされまして奥方がそれにお並び遊ばされその次に姫君たち一段低いお座敷に文化祭殿若さの神殿八重門の城殿などお歴歴の衆がお控えなされまず殿様より奥方へお杯でござりました奥向きの者も皆皆眞秀とのありがたいお言葉がござりましたので 腰元衆や私どもまでもご商売に預かりまして、おそば近くにかしこまっておりましたが、どなたもどなたも、今宵が最後でござりますから、殿様をはじめお侍衆は、色とりどりの鎧浸た,たれ、立ち、物の具に派手を競っていいを正され、お女中方も今日を限りに我おとらじと、晴れの衣装をおつけになりまして、中にも奥方は、紅、お白い、 髪の油などひとしを濃いめにおたしなみ遊ばし、白胎の恩肌絵に、白あやの恩小袖を召され、厚板の金磨きの恩帯に、金銀五色の浮き模様のある、唐織の内掛けをお引きなされていらっしゃったと申します。殿様はお酒月を一巡お回しになりますと、黙って酒ばかり飲んでおっては気がめいるぞ。明日は浮世に暇をあける身が、 あまりじめじめしていると寄せてのやつばらに笑われる。これから夜通し風流の遊びをして、敵の陣屋を驚かしてやりたいものだ。と仰せられましたところに、早くも遠くのらの方で、ポンポンポンと鼓の音が響きまして。生きてよも、明日まで人のつらかりじ、この夕暮れをおとなえかしな。 君を千里に置いて、今も酒を飲み、我と心を慰むる。と誰やら舞いを舞うらしく、朗らかな歌が聞こえてまいりましたので、それあの者たちに線を越されたぞ。こちらでもあれに負けるなとおっしゃって、人間五十年、下天の内を比べれば、とご自分が真っ先に熱盛をお歌いなされました。 この歌は昔総建院様が大宗お好み遊ばされ、ことに桶狭間合戦の折には、御自らこれをお歌いなされ、今川殿をおうち取りになりましたよしにて、おだけにとってはめでたいものでござりましたけれども、人間五十年、下天のうちをくらぶれば、夢幻のごとくなり、一度賞を得て、滅せぬもののあるべきか。 と、朗々たるお声で、今、殿様がお歌いなさるのを聞きますと、そぞろに先君御財政の頃の御ことが忍ばれ、定めなき世の移り変わりに涙が催されまして、並いる勇士の方々も、鎧の袖を絞られたことでござりました。それより文化祭殿、一路祭殿が一番ずつお歌いなされ、また若田雄殿の舞などがござりましたが、 その他にもなかなかおだしなみの深いお方がいらっしゃいまして、お酒好きの数の重なるにつれ、みなみなこの世の舞い納め歌い納めに達者な芸をご披露に及ばれ、遊興の限りを尽くされますので、ご主演の席は世がふけるほど賑やかに愛なり、いつ果てることがわかりませなんだ。そのうちに一人、立家一子、 雨を帯びたる装いの雨を帯びたる装いの」。と一座の方々が思わず鳴りを鎮めますような美音を張り上げて歌われましたのは「長老剣と申される奉仕武者」でござりました。このお方は何事にも器用でおいでなされ美は三味線なども見事にお引きなされますところから私もかねて実婚に願っておりましたので。 ふしまわしの確かなことはとくより存じておりましたなれども、今の陽気妃の歌の文句に耳を傾けておりますと、雨を帯びたる装いの、体液の不要のくれない、美容の柳の緑にも、これにはいかでまさるべき、ゲにや六級の粉体の、顔色のなきも断りや、岩色のなきも断りや、 とそうおいなされるではござりませんもとより長炉謙殿はそんなおつもりではございますまいけれども聞いております私の身には奥方のご器量をうたっておられるようにしか受け取れませんのでああそれほどにお美しい花の看板瀬も今宵を限りに散っておしまいなさるのかとこの後になっていまだに未練が兆してくるのでござりました。 すると、長炉剣殿は、あれあれによる座頭は三味線を引きまするぞ。奥方のお許しをいただいて、あれに一番歌わせてごらんなされ。と申されましたので、八一遠慮することはないぞ。とすぐ殿様のお声がかりがござりました。されば私とても、今は何をかご辞退いたしましょう。これこそ自分の望むところと、早速三味線を手に取りまして。 君ゆえ涙はいつもこぼるる。と、イのうたを歌いました。いや、いつもながら高舎なものだな。では、それがしも弾いてみよう。と申されて、次には長路剣殿がその三味線をおとりなされ、滋賀の浦とて、塩はないが顔のえくぼは十五夜の月。と、歌われますので、私それを聞きながら、 さても面白い文句だわいと存じまして、耳を澄ましておりますと、ところどころに長い愛の手が入ります。長炉ど殿はそこのところを、糸の音色もうるわしくお引きなされましたが、ふと気がつきましたのは、その三味線のうちに、二度も繰り返して不思議な手が混じっているのでござりました。さようでござります。これは私ども。 座頭の三味線引きのものは皆よく存じておりますことでござりますが、すべて三味線には一つの糸に十六の壺がござりまして、三つの糸にいたしますなら都合四十八ござります。されば初心の方々が稽古をなされますときは、その四十八の壺に色葉の四十八文字を当てて印をつけ、心覚えに書き留めておかれますので、 この道へお入りなされた方はどなたもご存じでござりますけれども、とりわけ目倉法師どもは文字が見えませぬ代わりには、この印を空で覚えておりまして、意と申せば意の音、ろと申せばろの音をすぐに思い浮かべますので、座頭同士が目開きの前で内緒話をいたします時には、三味線を弾きながらその恩を持って、互いの思いを通わせるものでござります。 ところで今の不思議な愛の手を聞いておりますと、褒美があるぞ。奥方をお救い申す手だではないか。とそういうふうに聞こえるのでございます。これは心の迷いではないか。何しに今頃そんなことを申される方があるものか。よしや空耳でないにしてからが、たまたま恩の組み合わせが自然とそうなっているまでだと。 幾度も思い返しておりますうちに、またもや長路県殿は、いかにせん、我が通い地の関森は、関も許さずなかなかに、と歌われるのでござりましたが、これは三味線も前とはすっかり違っておりながら、やはりあの手だけが、合間合間へ挟んであるのでござります。ああ、さては。 長老殿は敵方の回し者か。でなくば近頃急に内通なされたのか。いずれにしても秀吉公の仰せを含んで奥方を敵に渡そうとしておられるのだな。思わぬ時に思わぬ助けが現れたものだが秀吉公がまだお諦めにならなんだとは何たる強い恋だったのかとにわかに胸をとどろかしておりますと。さあ弥一。 今一曲その方に所望だ」と申されて再び三味線を私の前へ置かれましたそれにしてもこのような目倉奉仕をさほど頼りになされるのは何故か奥方のためとあらば火の中水の中を辞せぬ心の奥を恥ずかしくも長露賢殿にいつか見破られておりましたことかもっとも私目は見えずとも お女中方の中におりまするたった一人の男でござります。それに数々のお座敷というお座敷、渡り廊下の隅々までも、目焼きよりよく勝手をすらんじておりまして、まさかの時はネズミより自由に走れます。思えば思えば、長老県殿はよくも見込んでくだされしような。あるに飼いなき命を流らえていたというのも、こういうお役に立てたいからだ。 この上は奥方をお救い申す手立てを尽くして、叶わぬ時は同じ毛振りと消えるばかりだと、とっさに思案を定めまして、前後の脇前もなく三味線を取り上げ、見せ場や君に知らせ場や心の中と袖の色を、と歌いながら、罠なく指先に糸を押さえて、毛振りを合図に天守の下へ、 こしなされませ。とこちらも合いの手にことよせましていろはの音を持ってお答え申したのでござります。もちろん一座の方々は私の歌と意図とに聞きほれてばかりおいでなされ二人の間にこんな言葉が交わされたとは知るよしもござりませなんだがその時私は奥方をお救い申すについて一つの計略を思いついたのでござりました。 と申しますのは今宵殿様ご夫婦は天守の五重へお上りなされて心静かにご自街遊ばしそれより用意の枯れ草へ火をつける手はずになっておりましたさればご自害を遊ばす前に頃合いを伺って火をつけましてその騒ぎに紛れて長老賢殿の一味を引き入れましたなら人数をもってお二方の間を隔てることもできるであろうと。 かように考えまました次第でござりすさてもさても私は、飯井の上に生来至って臆病でござりまして、仮にも人様を欺くことは用いたしませなんだが、敵方の患者に加担をいたしてお城に火をかけ、余つさえ奥方を盗み出そうと企てましたとは、我ながら恐ろしい心でござりましたけれども、これもひとえに。 お命をお助け申したい一年ゆえでござりますから、詰まるところは忠義になるのだと、了見を決めておりました。そうこういたしますうちに、皆様お名残はつきませぬけれども、初夏の夜の明けやすく、はや遠寺の鐘が響いてまいり、お庭の方にホトトギスの鳴く音が聞こえましたので、奥方は領主を取り寄せられまして、さらぬだに、 打ちぬるほども夏の夜の別れを誘うホトトギスかな」と一種の和歌を遊ばされ続いて殿様も「夏の夜の夢地はかなき跡の名を雲井にあげよ山ほとト,トギス」と遊ばされまして文化祭殿がそれを一同へご披露に及ばれそれがしも一種つかまつります。 と申されて、ちぎりあれや、涼しき道に伴いて、後の世までも、使え使えん。と読まれましたのは、時にとって風流の極みと存ぜられました。それよりいずれも詰め所へお引き取りなされ、切腹のお支度でござりまして、お女中方や私は、お二方にお付き添い申し上げ、 いいよいよ天守へ参りましたことでございますもっとも我々は四終までお供を仰せつかり五重へは姫君たちと文化祭殿ばかりをお連れになりましたが私は今が大事の時と存じ五重へ通う梯子の中途までそっと上がって参りまして息を凝らしておりましたこととて上のご様子は漏れなく伺っていたのでござります。殿様はまず文化 その辺をすっかり開けてくれ」とおっしゃって四方の窓を残らず開けさせられまして「ああここの風は心地よいことだな」と朝風の吹き通すお座敷に丹沢遊ばされ「うちわの,のでいま一度別れの酒を組もうではないか」と文化祭殿にお酌をお頼みなされまして奥方や姫君たちと改めてお杯がござりました。 さて、それが済みましたところで、お度殿とお呼びなされ、今日までの段々の心尽くしは大変嬉しく思います。こういうことになるのだったら、去年の秋にそなたと祝言をするのではなかったが、今それを言い出してもせんないことだ。ついてはそれがし、いずこまでも夫婦一緒にと思いきわめていたけれども、しかしつくづく考えてみるのに、 そなたは宗建院様の妹子であらせられるし、その上ここにいる姫たちは、泣き備前髪の,の忘れがたみのことでもあるから、やはりこれは助ける方が道だと思う。侍たる者が死んでゆくのに、女子供を連れるには及ばぬことだ。ここでそなたを殺したら、勝家は一旦の意地にかられて、義理人情を忘れたと、世間の者は言うかもしれぬ。 なあこの道理を聞き分けてそなたは城を出てくれぬかあまり不意のようだけれどもこれはよくよく分別をした上のことだ」と思いがけないお言葉でござりましてそうおっしゃるお胸の中は定めし腹綿もちぎれるほどでござりましたろうけれどもお声に少しの曇りさえなく。 淀まず言い切られましたのはさすが豪気の御大将でござります。私もそれを聞きましては「ああもったいないことだ。情けを知るのがまことの侍」とはよく言ったものだ。これほどのお方とも存ぜずに、ないお恨み申していたのは自分こそ下スの根性だったとありがた涙に書きくれまして、覚えずお声のする方を。 両手を合わせて拝みましたが、その時奥方は、今日という今日になって、あまりなことをおっしゃいます、と言いも終わらず泣き伏しておしまいなされ、創建インドの御尊将の頃でさえ、一旦竹へと継ぎました身を、お竹のものだと思ったことはござりませぬ。まして頼るべき兄弟もない今日になりまして。 お前様に捨てられましたら、どこへ行くところがござりましょう。死ぬべきよりに死なないと、死ぬにも勝る恥ずかしめを受けますことは、私にもしみじみ覚えがござります。されば昨年腰入れをいたした時から、今度ばかりはどういうことがござりましょうとも、二度とお別れ申すまいと覚悟をいたしておりました。儚いご縁でござりましたけれども、 夫婦として死なしていただけますなら、百年連れ添うのも一生、半年連れ添うのも一生でござりますものを、出て行けとは恨めしいお言葉でござります。どうかこればかりはお許しを。とそうおっしゃるのが、御顔にお袖を当てていらっしゃるらしゅう。途切れ途切れに耐えては続いて漏れてまいるのでございます。 しかし、そなた、この三人の姫たちを不憫とは思わぬのか。これらが死ねば、浅井の血筋は耐えてしまうが、それではなき備前の神に、義理が立たないではないか、と押し返しておっしゃいますと。浅井のことをさほどにおぼしめしてくださいますか。とおっしゃって、一層激しくお泣きなされ。 私はお供をさせていただきますが、そのお志に甘え、せめてこの子たちを助けてやって、父の母弟をとぶらわせ、また私の亡き後をもとぶらわせてくださいまし。とおっしゃるのでござりましたが、今度はお茶ど殿が、いえいえお母様、私もお供をさせていただきます。とおっしゃいましたので、お初殿も小ど殿も同じように、 私も私もと右と左からおふくろ様におすがりなされ、およったりが一度にこみ上げてお泣きなされました。思えば昔、小谷の時は皆様ご幼少でござりまして、何事も夢中でいらっしゃいましたなれども、今は末の古ど殿でさえ、もはや頭部をお越え遊ばしておいでですから、こうなりましてはなだめようもすかしようもござりませなんだ。されば随分ご辛抱強い奥方も、 かわいい方々の恩涙に誘われて、ただおろおろと泣かれますばかりで、私実に、十年この方こんなに取り乱されましたのは、ついぞ存じませなんだことでござります。それにしましても、おいおい時刻が移りますこととて、どう収まりがつくだろうかと思っておりますと、文化祭殿が膝をおすすめなされまして、お姫様方、ご未練でござりますぞ。 と叱るように申されて、おふくろ様とお子たちの間へ割って入られ、ささ、それではお母様のお覚悟が鈍ります、と無理に引き離そうとなされるのでござりました。私はこのありさまを伺うにつけ、まだ殿様は何ともおっしゃいませぬけれども、もはや猶予してはおられぬところだと存じ、はしごの下に積んでありました枯れ草の束を引き抜きまして、 それへ灯火の火を移しましまた。折から四重のお部屋では腰元衆が死に装束を遊ばされ一斉に念仏を唱えていらっしゃいましてどなたも気がついた方はござりませなんだのでそれを幸いにここかしこの枯れ草の山へ火をつけてまいり障子襖の嫌いなく燃え殻を投げ散らしまして我から煙にむせびながら火事でござります火事でござります と叫び声をあげました。草が十分に乾ききっておりましたところへ五重の窓がすっかり開いておりましたこととて風が下より筒抜けに吹き上げましてパチパチと物のひわれる音がすさまじく逃げ場に迷われるお女中方のうなり声と悲鳴とがビュービューという火炎の息吹と一緒に聞こえだしましたが「いやいや殿様のお座椒が危ういぞご用心めされい!」。 裏切りり者がおりますると煙の下より口々に呼ばわってあまたの人数が駆け上がってこられました。それから先は長路県殿の一味とそれを防がれる方々とが炎の中に入り乱れ互いに争って狭い梯子を五重へ登ろうとなさるらしくその混雑に揉まれましてあちらへ小疲れこちらへ小疲れいたしますうちに熱い風がさーっと余煙を吹きかけて。 またさーっと吹きかけてまいり、次第に息ができないようになりましたので、同じ死ぬなら、奥方と一つの炎に焼かれたいと、消熱地獄の苦しみの底にも、必死に思いきわめまして、はしごへ手をかけたときでござりました。八一、このお方を下へお連れ申せと、どなたかは存じませぬけれども、そうおっしゃっていきなり私の肩の上へ、 「おひい様おひい様おふくろ様はどう遊ばれました?と」ととっさに私はそう申しましたがそれというのはその時背中へおんぶいたしましたのはお茶茶殿だということがすぐに分かったからでござります。お様「おひい様おひい様」と続けてお呼び申しましてもお茶茶殿は渦巻く煙に気を失っていらっしゃいまして。 何ともご返事がござりませなんだが、それにしても今のお侍は、なぜご自分が姫君をお助け申さずに、目倉の私へお預けなされましたことか。大方そのお侍は、忠義一途に殿様のお後をしたい、ここをご自分の死に場所と定めておられたのでござりましょうか。さすれば私とても、奥方のご先祖を見届けずに逃げるという方はないと。 そう思いましたことでござりますけれども。でもこのお子をお助け申さなんだら、さぞやおふくろ様がお恨み遊ばすことであろう。やいちお前は私の大切な娘をどこへ捨ててきたのですと。あの世でお咎めをこうむったら申し訳の道がない。こうして背中へお乗せ申すようになったのは、よくよくの縁というものだからと、そんなふうにも考えられましたし、それに私、 本当はそんなことよりも、背中の上にぐったりと持たれていらっしゃるお茶々殿の恩意識へ両手を回して、しっかりとお抱き申し上げました刹那。そのお体のまめかしい具合が、お若い頃の奥方にあまりにも似ていらっしゃいますので、なんとも不思議な懐かしい心地がいたしたのでござります。まごまごしていれば焼け死ぬという下級の場合でござりますのに。 どううしししてそのような考えを起こしましたやら。誠に人はひょんな時にひょんな了権になりますもので申すもお恥ずかしいもったいないことながらああそうだった自分がお城へご奉公に上がって初めてお領事を仰せつかった頃にはお手でもお見やしでもとんとこのとおりに張り切っていらしたがなんぼお美しい奥方でも やはり知らぬ間にお年を召していらしたのだと、ふっとそう気がつきましたら、楽しかった小谷の自分の思い出が、糸をくるように、後から後から浮かんでまいるのでござりました。いや、そればかりか、お茶々殿の優しい重みを背中に感じておりますと、なんだか自分までが、十年前の若さに戻ったように思われまして、浅ましいことではござりますけれども、 このお姫様にお仕え申すことができたら、奥方のそばにいるのと同じではないかと、にわかにこの世に未練が湧いてきたのでござります。こうお話申しますと、大変長いことぐずぐずいたしておりましたようでございますが、その実ほんのわずかの間に、これだけの思案をめぐらしたのでござりまして、そうと決心がつくより早く、 もう私は煙の中をくぐり抜け、お日様をおぶっておりますぞ、道を開けてくださりませ。と大恩に呼ばわりながら、そこは飯でござりますから、何の遠慮会釈もなく、人々の頭をはねのけ踏み越えて、無に無んにはしごを駆け下りたのでござります。しかし逃げたのは私ばかりではござりませなんだ。大勢の者が火の子を浴びて、 ぞろぞろつながって走りますので、私もそれと一緒になって、後ろからえいえい押されながら駆け出しましたが、お堀の端を越えましたとたんに、ガラガラガラっと恐ろしい響きがいたしましたのは、疑いもなく、天守の五重が崩れ落ちる音でござりました。あれは天守が落ちたんですね。と誰に聞くともなく申しましたら、そうだ、空に火柱が立っている。 きっと玉薬に火がついたのだ。とそばを走っている人がそう申されるのです。奥方や他の姫君たちはどう遊ばしたでござりましょう姫君たちはみんなご無事だが奥方は惜しいことをしてしまった。と申されるではござりませんか詳しいわけは後で知れたのでござりますけれどもその人と並んで走りながらだんだん話を聞きますと。 長路県殿は真っ先に五重へ登って行かれましたところ文化祭殿がたちまち企みを見抜かれまして裏切り者何しに来たという間も荒らせず切って捨てられはしごのてっぺんから蹴落とされたと申しますそれで一味の方々も規制をくじかれました上においおい味方のご家来衆がはせつけて来られましたのでなかなか奥方を奪い取るなどの段ではなくかえって切り伏せられまして 焼け死んだ者が多いととのことでござりました。その折三人の姫君たちはなおもおふくろ様にしがみついていらっしゃいましたのを文化祭殿が早く早くとせきたてられまして「この方々をお救い申し敵の陣屋へ届けた者は何よりの忠義であるぞ」と群がる人数の中へ突き放すようになされましたので居合わせた者がお一方ずつお抱き申し上げて逃げたのだそうで。 だから殿様と奥方とは、あの火の中で自害なすったことだろう。俺はそこまでは見届けなかったが。とそう申されるのでござります。では、他の姫君たちはどこにいらっしゃるのです。と申しましたら、俺たちの仲間が背中に追って、一足先にここを通っていったはずだ。お前の背負っているお姫様は一番強情で、姉妹まで奥方の袖をつかんで離されなかったのを、 無理やりに抱き上げて誰かの背中へ乗せたようだったが、その男はまたお前に渡して、自分は火の中へ飛び込んでしまった。なかなか関心な奴だったが、あれは俺たちの仲間ではなかったらしい、と申されるのです。一体俺たちの仲間というのは、何のことかと思いましたら、上方勢が奥方を受け取るために、天守の近くへ忍び寄って、 長老殿の合図を待っておりましたのだそうで今このところをこんなにぞろぞろ逃げて行くのはみんな裏切りの一味のものかそうでなければ上方勢の人々ばかりなのでござりましたしかし筑前の神殿はせっかく戦にお勝ちになっても目指す奥方に死なれてしまっては何にもなるまい長老賢殿もあんなしくじりをやったのだから御前の守備が良いはずはない。 どうせ生きてはいられなかったよ、とそのお方はそう申されて「それでもお前がこのお姫様をお連れ申している上はいくらか面目が立つわけだから俺はお前にくっついていくつもりだ」とそんなことを言いい手をひかんばかりになされますのでもうさっきからだいぶん疲れてはおりましたけれどもあえぎあえぎ一生懸命に走っておりますと。 良い安倍に敵方の足軽大将がお乗り物を持ってお迎えに参られましてとりあえずそれへ姫君を移され「座頭お前がお連れ申してきたのか」と申されますから「さようでござります」と申して一部始終を正直にお話しいたしましたところ「よしよしそれならお乗り物についてまいれ」と申されますので。 数々の陣屋の間を通りましてご本陣へお供いたしました。お茶々殿はもうご気分もおよろしいようでござりましたけれどもしばらくご急速遊ばされお手当てをお受けになっていらっしゃいますと直ちに秀吉公がご対面の儀を仰せい出され他の姫君たちとご一緒にお座所へお呼び入れなされました。それはまあよいといたしまして私までがお店に預かりましたので。 お座敷の外の板敷にかしこまって平服いたしますと「おお坊主俺の声を覚えているか」といきなりお言葉がかかりました「恐れながらよく存じております」<laughs> とお答え申し上げますと「そうかまことに久しぶりであったな」とおっしゃって「その方飯井の身といたして今日の働きは神妙であるぞ」 当座の褒美に何な,なりと使わしたいが、望みがあるなら申してみろ。と思いの他の常守備でござりますから、私はさながら夢の心地がいたし、おぼししのほどは片付けのござりますけれども、長年ご恩に預かりました奥方にお別れ申し、おめおめ逃げて参りました罰当たりめが、何でご褒美をいただけましょう。 それより今朝のご最後のことを考えますと、胸がいっぱいでございます。ただこの上のお願いは、今まで通り不憫をおかけくださりまして、お姫様方にご奉公をお務めさせていただけますなら、ありがたい幸せに存じます。最もの願いだ。聞き届けて使わす。と早速お許しがござりまして。小谷殿はお気の毒なことをしてしまったが、 ここにござる姫君たちは、これからそれがしが母子に代わってお世話をいたそう。しかしいずれもずんと大きゅうなられたものだな。昔それがしの膝の上に抱かれていたずらをなされたのは、確かお茶々殿だったと思うが。とそうおっしゃって、ご機嫌よくお笑いなされるのでござりました。こういうわけで、幸い私は路頭にも迷わず、 引き続きご奉公をいたすことになりましたけれども、実を申せば、私の一生はもうこの時、天正十一年渦月二十四日と申す、奥方のご最後の日に終わってしまったのでござりまして、小谷や清洲で暮らしましたような楽しい月日は、その後ついぞ巡っても参りませなんだ。それと申しますのは、天守に火をつけ、 裏切り者の手引きをいたしましたことを姫君たちもお聞きなされたと見えまして次第にお憎しみがかりましてなんとなくよそよそしく遊ばすようにおなりなされとりわけお茶々殿などはこの座頭ゆえにおしからぬ命を助けられて親の敵の手に渡されたと時には私へ聞こえよがしにおっしゃいますのでおそばに仕えておりましても針のむしろに座る思いがいたしまして。 このくらいならなぜあの折に死ななかったかと、ただもう情けなく、取りつく島のない身の上を囲つようになったのでござります。もとよりこれも、自分が悪事をしでかした罰でござりまして、たを恨むべき筋もないのでござりますが、一旦死に遅れましては、今更お跡をしとうたところで、奥方に合わせる顔もござりませぬから、初任の妻はじきを受けながら、 き恥をさらしておりますうちにもみりょう寺もことのお相手も余人に仰せつけられましてもう私にはとんと御用がないようになってしまいました姫君たちはその時分安土のお城に引き取られていらっしゃいまして秀吉公のお言葉がござりましたばかりにいやいやながら私を召し使っておられましたのでそれを知りましては無理にお慈悲にすがりますことも心苦しく。 もはや辛抱もいたしかねまして、ある日こっそりとおとまごいのご挨拶もいたさずに、逃げるようにお城を抜けて、どこと申すあてもなくさすらい出たのでござります。さあそれが私の三十二の年でござりました。もっともその折都へ登りまして、太閤殿下にお目通りを願い、ことの次第を申し上げましたら、 一生空に困らぬほどのお淵はいただけたでござりましょうけれどもこのまま罪の報いを受けて世に渦もれてしまおうと思いきわめましてそれより今日まで宿場宿場を渡り歩いて旦那様方の足腰をもみまたはふつつかな芸を持って旅の連れ連れをお慰め申し三十四年の移り変わりをよそに眺めて暮らしながら 因果なことにはまだ死にきれずにおりますようなわけでござります。そういえばお茶々殿はあの時はあれほど太閤殿下をお恨み遊ばされ親の敵とまでおっしゃっていらっしゃいましたのにまもなくその方に御身をお任せなされ淀のお城に住まわれるようになりましたが私は北の将のお城が落ちました日からいずれそうなるだろうと思っていたことでござりました。 あのみ切り、秀吉公はお一殿を奪い損ねて大層未景色を存ぜられたそうでござりますけれども、私がお前へ出ましたときは、案に相違いたしまして少しもそのようなご様子がなかったばかりか、かえってありがたいお言葉をさえいただきましたのは、お茶々殿をご覧になられまして、急におぼし飯が変わったのでございます。つまり私が炎の中で感じましたのと、同じことをお考えなされましたので、 英雄豪傑の心の内も、結局は凡夫と違わぬものなのでござりましょう。ただ私は、一旦の過ちから、一生おそばにおられぬような境外に落ちましたけれども、太閤殿下はあのお方の手手子を滅ぼし、母子を殺し、ご兄弟をさえ口差しになされた恩味をもって、いつしかあのお方を我が者に遊ばされ、 親より子にわたる二代の恋を、小谷の昔から胸に潜めていらした思いをとうとうおとげなされました。一体秀吉公はどういう前世の因縁でござりましたか。信長公の恩師筋の方々をお仕えなされまして、まだこのほかにもガモヒダの神殿の奥方に望みをかけていらしたと申します。このお方は総兵員様の恩娘子でいらっしゃいまして。 お谷殿には名語におなりなされ、やはりお顔立ちが似ていらっしゃったと申しますから、大方それゆえでござりましたろうか。私、人づてに伺いましたのには、千年飛騨神殿がお隠れなされましたとき、殿下よりご皇室様へお使いがござりまして、おぼしめしを伝えられましたけれども、ご皇室様は一向お聞き入れがなく、かえってお嘆き遊ばしておしを下ろされましたので、 賀茂殿のお家が宇都宮へお国替えになりましたのは、そんなことから御前の守備を悪くなされたせいだと申します。それはとにかく、あのお茶々殿がお年をメスに従って分別がおつきなされまして、殿下のご威勢になびかれましたのは、全く時を自説とは申しながら、ご自分様のおためにも結構なことでござりました。されば私も、 淀方と申されるのは浅井殿の一の姫君だと聞きました時はどんなに嬉しゅうござりましたことかおふくろ様があのようにいつもご苦労をなされました代わりに映画の春がこのお子に巡ってきたのだどうかこのお方だけはおふくろ様のような目にお会いなさらぬようとたとえ我が身はあるにかいなきよすを追いしておりましても 心は四十おそばにはべっておりますつもりで、そのことばかりお祈り申しておりましたところ、そのうち若君ご誕生と申す噂がござりましたので、もうこれで行く末までもご運は万々歳であろうと、安堵の胸を撫でていたのでござりました。それが旦那様もご承知のとおり、慶長三年の秋に太閤殿下がお隠れなされ、ほどなく関ヶ原の合戦がござりましてから、 またもや世の中がだんだん変わってまいりまして、一日一日と悲運におなりなされましたのは、何ということでござりましょう。やっぱり親の敵のところへご縁組遊ばされましたのが、亡きおふくろ様のおぼし召しに背き、不幸の罰をお受けなされたのでござりましょうか。おふくろ様もお子様も、二代ながら同じように、お城を枕にご障害なされましたのも。 思えば不思議な巡り合わせでござります。ああ私もあの大阪の御仁の時までご奉公をいたしておりましたらお役には立ちませぬまでも小谷のお城でおふくろ様をお慰め申しましたようになんやかやとご機嫌を取り結び今度こそメイドへお供をいたして奥方へお詫びを申すこともできましたでござりましょうにあの時ばかりはつくづく我が身の不幸せが恨めしく 毎日毎日鉄砲の音を聞きながら、やきもきいたしておりました。それにつけても、片桐一の神殿は、あの城攻めに関東型の味方をなされ、秀頼公と淀の恩方の御座所へ向かって大砲を打ち込まれましたのは、何というなされ方か。あのお方は、昔静岳の戦に、七本槍の一人とうたわれ、その自分からお取り立てに預かったのでござりまして。 秀吉公には並々ならぬご恩を受けていらっしゃるはずでござります。世間の噂では、太閤殿下五臨中の右りには、あのお方を恩枕べにお呼びなされて、秀頼のことを頼んだぞよと、くれぐれもご遺言遊ばされたと申すではござりませぬか。我々のような人間でも、それほど人に頼まれましたら、義を立て通すことぐらいは心得ておりますのに。 あのお方は高い声では申されませぬが、権現様のご異性にへつらって、豊臣家の大恩をお忘れなされ、表に忠義を装いながら、関東方に内通されていらしたのでござります。いえいえ、それは、どなたが何と申されましょうとも、そうに違いござりませぬ。理屈はつけようでござりますから、一の神殿の極心をお褒めになる方もござりましょうが、 仮にも敵方の大砲の役を引き受けられて、あろうことかあるまいことか、お州の若君と北の方のいらっしゃるところへ弾を打ち込むようなお方が、なんで中心でござりましょうぞ。浮世を捨てた目倉あんまにも、そのくらいなことはわかります。それゆえあの時は、一の神殿が憎くて憎くて、目さえ見えたら、陣中へ忍び込んで人たちなりと、 お恨み申したいと思ったほどでござりました。憎いと申せば関ヶ原の時に大津で裏切りをなされました京極宰相殿の仕打ちなども腹が立ってなりませなんだ。あのお方はお初ご両人と内祝言を遊ばしながら上方勢の攻め寄る前に北の将をお逃げなされて若さの武田家へ頼っていらっしゃいましたところその武田殿も滅ぼされましてからは。 木の根草の根にも心を置いて、あちこちさまよっていらっしゃいましたのが、ようようのことでお詫びがかなって、大名衆の列に加えていただけたのは、どなたのおかげだとおぼしめします。元の武田殿の奥方が、松の丸殿と申されていらっしゃいましたから、何よりも、淀の御方につながるご縁があったればこそではござりませぬか。一度は小谷殿のお袖にすがられ、 次にはそのお子様の情けに頼られ、二度までも危うい命を助けておもらいなされながら、あの大雪の中を落ちていらした当時のことを忘れなされ、大事の瀬戸際に謀反をなされて、大阪勢の足並みを乱されるとは。ああ、しかし今更そんなことを申したところで仕方がござりませぬ。数え立てれば悔しいことや恨めしいことはいくらでもござりますけれども。 最小殿も一の神殿も、もはやあの世へおいでなされ、権限様さえご高い遊ばされました今日となりましては、何事も杉し頃の夢でござります。思えば思えばお立派な方々が皆皆を隠れなされましたのに、私はこの先いつまで追いさらばえておりますことでござりましょう。元気天生の昔より、随分長い世間を渡ってまいりましたので、 もう御章を願うより他のことはござりませぬが、ただこの話を一遍どなたかに聞いていただきたかったのでござります。はいはい何でござります。奥方のお声が今でも耳に残っているかとおっしゃいますか。それはもう申すまでもないこと。何かの折におっしゃいましたお言葉の節々、またはおことを遊ばしながらお歌いなされました昭華のお声など。 晴れやかなうちにも縁なる潤いをお持ちなされて、うぐいすのかんだかい張りのある音色と、鳩のほろほろと鳴く含み声とを一つにしたような、絶えなる音声でいらっしゃいましたが、お茶々殿もそれにそっくりのお声をなされ、おそばの者がいつも聞き違えたくらいでござりました。されば私には、太閤殿下がどんなによどの御方をご調和い遊ばされましたか、よくわかるのでござります。 大公殿下のお偉いことはどなたもご存知でござりますが、そういう深いお胸の中を早くよりお察し申しておりましたのは、はばかりながら私だけでござります。ああ、私も、あれほどのお方のご心中を知っていたかと思えば、かたじけなくも右大臣秀頼公の御母君、淀の御方をこの背中へお乗せ申したことがあるかと思えば、何の何の、この世に未練がござりましょう。 いいえ旦那様、もう十分でござります。ついいただき過ごしまして、つまらぬ老いの繰りごとを長々とお聞かせいたしました。家には女房もおりますけれども、女子供にもこうまで詳しく話したことはござりませぬ。どうぞどうぞ、こういう哀れな目倉奉仕がおりましたことを書き留めてくださいまして、後の世の語り草にしていただけましたらありがとうございます。 さあ、もうお納めくださりませ。あまり老けませぬうちに、少しお腰を揉ませていただきます。